山田義晴は日本の政治家。旧制静岡高等学校から東京大学法学部を卒業。自治省に入庁し、京都府に出向して企画文書課長、人事課長、地方課長を歴任。自治省に戻り自治大臣秘書官、徳島県企画開発部長を歴任後、京都府知事だった荷長虎蔵の誘いを受け総務部長から副知事に就任した。 当時は、蜷川の後継者と目されていたが、1972年の総選挙で、京都に区選出だった、柳田周一の不出馬に伴い日本社会党、公認から出馬、蜷川後継の立場を活かす格好で、トップ当選を果たした。その後、1976年の総選挙でも再選を果たすが、蜷川が引退した1978年に、社会党、 公明党、民社党、社民連に押される形で、京都府知事選に立候補。同じに長は与党だった日本共産党が、杉村俊正を擁立したことから長く続いた、社協共闘が崩れ、しかも知事選では自由民主党参議院議員から、転身した林田幸夫が当選したことで28年間続いた、革新自治体の幕を下ろす格好になってしまった。京都2区では、 翌1979年1月14日に衆議院議員補欠選挙が行われたが共産党公認で出馬した有田光雄の公人を廃する惨敗を喫する。同年の総選挙では僅差で元衆議院議長の前尾茂三郎を振り切って帰り咲きを果たしたものの1980年の総選挙で落選し政界から退いた。ありがとうございます。